何なのこの独特な空間は。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。温泉街や銭湯、駄菓子屋といった日本のレトロなスポットは外国人観光客にも大人気。現代社会の喧騒を離れ、懐かしい雰囲気や古き良き時代の文化に触れることで、彼らはまるでタイムスリップしたかのように新鮮な感動を味わっているようです。今回ご紹介するのは、日本を訪れたオーストラリア人があるレトロなスポットに驚愕したエピソード。それでは早速ご覧ください。日本にしかないレトロな空間にオーストラリア人が驚愕。私の名前はクロエ。メルボルンに住むオーストラリア人の大学生よ。私にはサツキという日本人の友人がいて、彼女と知り合ったのはアルバイト先のカフェ。彼女は異国の地で勉強しながらアルバイトも頑張っていて、その姿は本当に尊敬できるものだった。他のスタッフたちも彼女の仕事ぶりを高く評価。彼女はいつもテキパキと仕事をこなし、笑顔で接客していたわ。同い年である私とサツキはすぐに意気投合。休みの日には一緒に遊びに出かけたり、お互いの国の文化について語り合ったりもした。1年間の留学を終え、サツキは日本に帰国。彼女がオーストラリアを離れてからも私たちはメールで連絡を取り合っていた。そして先日、私たちは1年ぶりに再会。私はサツキに会うために彼女が暮らす京都を初めて訪れたの。京都についてサツキと感動の再会を果たすと、私たちはすぐに観光やショッピング、食事へと送り出した。ビデオ通話でも時々話していたけれど、実際に会って話すとやっぱり積もる話は尽きないものよね。私たちは観光中も食事中も移動中もずっと喋りっぱなしだったわ。卒業に必要な単位をほとんど取り終えているサツキは時間に余裕があるらしく、私たちは毎日のようにいろいろな場所へ出かけた。特に感銘を受けたのは、歴史の重みを感じる神社仏閣。オーストラリアは歴史の浅い国だから、何百年も前の木造建築が今もなお良好な状態で残っていることに感動したわ。それから日本の食事もすごく気に入った。寿司やラーメンはオーストラリアの日本食レストランで食べたことがあったけれど、やっぱり本場は味が全然違うの。例えば寿司はネタの新鮮さにびっくり。魚も貝も生臭さがないし、マグロやサーモンなんてとろけるような食感にうっとりしちゃった。それからラーメンのスープはコクがあって奥深い味わい。麺との相性も抜群だったわ。そして値段がお手頃なのも嬉しいポイント。オーストラリアの日本食レストランだとどうしても値段が高くなってしまうけれど、日本では値段を気にせずにいろいろな種類の料理を楽しむことができた。日本に来て3日目の夜、私が滞在するホテルの近くのレストランで夕食をとっていると、サツキがこんなことを言った。明日は喫茶店で朝ごはんにしようか。喫茶店って日本のカフェのことよね。ぜひ行ってみたいわ。前日の朝はホテルの朝食バイキングだったし、その日の朝はサツキと一緒に豊洲で海鮮丼を食べた。だから次の日の朝はちょっと趣向を変えてカフェの朝食ってのも悪くないかなと思ったわ。私がバイトをしているメルボルンのカフェでもイングリッシュブレックファストといって、パンにオムレツやサラダ、ソーセージなんかがついたボリューム満点の朝食を提供している。日本の喫茶店にも同じようなメニューがあるのかしら。私は気になって何を食べるつもりなのか聞いてみた。すると彼女から返ってきた答えは予想外のもの。なんとコーヒーとパンだけだっていうのよ。しかも
パンはクロワッサンとかじゃなくてただの食パン。そんなしょぼい朝食のためにわざわざ喫茶店へ行くなんて、正直バカらしいと思ってしまったわ。だって私が泊まったホテルの朝食バイキングは和食も洋食もかなり充実していてね。和食は焼き魚や卵焼き、味噌汁、野菜の和え物とかが並んでいたし、洋食はオムレツやスクランブルエッグ、ベーコン、ポテトフライ、それに数種類のスープやサラダもあって、何を食べようか迷ってしまうほどだったの。ふっくらとした焼き魚や出汁の香りが広がる味噌汁と一緒にツヤツヤの白いご飯を食べるのは至福のひととき。そんな美味しい朝食を諦めてまでわざわざ喫茶店へトースト食べに行く気にはなれなかった。だけどさつきがあまりにも熱心に勧めてくるものだから、しぶしぶ一日だけ付き合うことに。翌朝彼女に連れて行かれた喫茶店は年季が入ったかなり古い建物だった。わざわざ朝食を食べに行くくらいだから、きっとおしゃれな最先端のカフェなのよね。そんな風に思っていたから、細い路地にあるこじんまりとしたお店を見て、私は拍子抜けしてしまったわ。ねえ、どうしてこんな古臭いお店にしたのよ。まあまあ、入ってみればわかるから。そう言ってさつきが古びた木の扉を開けると、コーヒーのいい香りがふわっと漂ってきた。うわー、いい香り。静かなクラシック音楽が流れる店内はとても落ち着いた雰囲気。さつきは奥の方のボックス席に座ると、クロエもホットコーヒーでいいよねと言って二人分のホットコーヒーを注文した。あれ、トーストは注文しないの？不思議に思った私が尋ねても、さつきは、うん、大丈夫、と言って微笑むだけ。まさか朝食はコーヒーだけ？私は朝食をしっかり食べないと、一日が始まらないタイプなのよ。卓上のフードメニューを見たり、店内を見回したりして、私はなかなか落ち着くことができなかった。しばらくして、かぐわしい香りとともに運ばれてきたのは、二人分のホットコーヒー。オーストラリアのカフェではマシンで入れるエスプレッソやカフェラテが主流だから、ハンドドリップで入れたコーヒーを飲むのは新鮮な体験だった。あ、おいしい。深いコクと程よい苦みがあり、後味はすっきり。そのコーヒーはミルクや砂糖を入れなくてもおいしく飲むことができた。そして運ばれてきたのは焼きたてのトースト。それを見た私は思わず、と声が出てしまうほどに仰天した。なんと、パンの厚さは5センチくらい。見たこともないほど分厚いトーストの表面にはたっぷりとバターが塗られていて、とても美味しそうだった。私が普段食べているトーストは、厚さ 1.5 センチくらいのペラペラの食パン。前にイギリスを旅行した時だって、向こうで食べたトーストは似たようなものだった。だから私はトーストと言ったら薄っぺらい食パンしか想像できなかったのよね。その分厚いトーストを一口かじると、こんがりと焼けた表面からバターがじゅわっとあふれ出してきた。そして中のふんわりとした食感ときたら、もう言葉では言い表せないほどの感動。その食パンはただ厚切りにしただけではなく、素材や焼き方にこだわって作られた贅沢な食パンだったのよ。それまでは朝食でトーストがメインになるなんて考えたこともなかったけれど、その分厚いトーストはそれだけでも大満足できるほどの食べ応え。食べ終える頃にはお腹も心も満たされていたわ。関西ではこういう厚切り食パンが主流。スーパーでは4枚切りや5枚切り、6枚切りの食パンがよく売れているの。厚切りトーストにはバターやジャムを塗って食べるのが定番。外はカリッと、中はふんわりとした食感を楽しめるのが最高よね。え、関西ではってことは関東は違うの？
うん、関東で人気なのは6枚切りや8枚切り、10枚切りといった薄切りの食パン。サクサクとした軽い食感が特徴の薄切りトーストは、卵やハムなどを挟んでサンドイッチにすることも多いらしいわ。ただ近年ではその傾向も変化しつつあるようで、関東でも厚切り食パンを好む人が増え、逆に関西では薄切り食パンの人気が高まっているんだそう。日本のスーパーやパン屋さんでは様々な厚さの食パンが売られていて、好みの厚さを選べるようになっているというのだから面白いわよね。さらに驚いたのは、そのトーストがコーヒーに無料でついてきたものだってこと。これはモーニングサービスと呼ばれるもので、朝食の時間帯にドリンクを注文するとトーストなどの軽食がサービスされるんですって。しかもこのサービスはその喫茶店に限ったことではなく、日本全国に広く根付いている食文化。その始まりは、毎朝来てくれる常連さんに感謝の気持ちを表すためのサービスだったそうよ。その心遣いはまさにおもてなしの文化を大切にする日本人らしい発想。心温まるサービスに感動し、日本人って素敵だなって思ったわ。ちなみに近年では昭和レトロな喫茶店に外国人が殺到していて、人気店では開店前から長蛇の列ができることもあるんだとか。昔懐かしい雰囲気に惹かれるのはもちろん、日本のアニメや漫画には喫茶店が登場する作品も多いから、その影響で訪れる人も少なくないんですって。それから喫茶店ならではのメニューも人気の理由の一つ。クリームソーダやプリンアラモード、ナポリタンというケチャップ味のスパゲッティなど、海外ではなかなか食べられないメニューを目当てに訪れる人も多いみたいよ。これまでは日本の美味しいものというと伝統的な和食というイメージが強かった。だけど日本人は欧米発祥のパンでさえ、日本人ならではの繊細な工夫と丁寧な仕事によって想像をはるかに超える美味しさに進化させているのね。私は日本の食文化の奥深さに感動。もっともっと日本のいろいろな食を体験してみたいという気持ちが強くなった。ただ喫茶店でモーニングを食べた翌日からは、朝食の選択肢が増えて嬉しい悲鳴を上げる羽目に。絶品のトーストにするか、王道の和朝食にするか、毎日悩んでしまったわ。美味しいものであふれる日本を満喫するには、今回の滞在日程は短すぎた。だから私は早速次の日本旅行の計画を立てているところなのよ。海外の反応。古書店街で有名な神保町には、レトロな雰囲気漂う純喫茶と呼ばれる喫茶店がたくさんあって、タイムスリップしたように懐かしい空気が流れているの。興味深いのは、そうした純喫茶の多くが狭い路地裏に隠れるように存在していること。そういう純喫茶に出会うと、まるで秘密基地を見つけたかのようなワクワクした気持ちになれるのよ。日本でもスペシャルティーコーヒーの文化が発展しているのは知っていたけれど、昔ながらの喫茶店もたくさん残っているんだね。レトロな雰囲気が魅力的だし、ぜひ一度訪れてみたいよ。私も日本に留学していた時は、ゆで卵とコーヒーが目当てで喫茶店に通っていたわ。モーニングのゆで卵って殻がつるんとむけて、白身がプリプリでほんのりあったかくて本当に美味しいのよね。それ以来、うちでも時々朝食にゆで卵を作るんだけれど、自分で茹でるとなぜか綺麗に殻をむけず、いつもイライラしてしまうの。どうやったらあんなに完璧なゆで卵を作れるのか、コツを教えてほしいわ。モーニング発祥の地と言われる愛知県一宮市出身の友人に強く勧められて、モーニングにチャレンジしたことがある。コーヒー一杯を注文しただけで、トースト、目玉焼き、野菜サラダ、コーンスープ、
そしてデザートのフルーツとヨーグルトまでついてくるんだから、お得すぎて驚きだよね。純喫茶をはじめとした日本のバブル時代のカフェやレストラン、ホテル、旅館が大好き。あの頃の建物は細部までこだわり抜かれた豪華な作りで、一歩足を踏み入れると非日常的な空間にいるような高揚感と、どこか懐かしい安心感に包まれるんだ。特に照明やトイレなど、普段はあまり注目されない場所にまで惜しみなくお金をかけていることにはいつも驚かされるよ。まとめ。喫茶店のモーニングが外国人に人気な理由の一つがコスパの良さ。特に欧米諸国では朝食をカフェなどで取ると高額になることが多いため、ドリンク料金だけでトーストや卵などの軽食がついてくることに魅力を感じるそうです。またモーニングのメニューは早く提供されるものが多いため、効率よく多くのスポットを巡りたい観光客にとっては時間を有効活用できる点も大きなメリット。さらにサクふわ食感のトーストや丁寧に作られたゆで卵など、モーニングはシンプルでありながらも美味しいものが多いため、味の面での満足度も高いようです。そしてそんなモーニングの中でも特に外国人を驚かせているのが名古屋のモーニング文化。トーストや卵、サラダ、フルーツなどがセットになった豪華なモーニングを提供する店が多く、外国人にとってはパラダイスのような存在となっています。近年では SNS などで日本の喫茶店のモーニングが紹介される機会も増え、外国人からの注目度は高まる一方、モーニングは魅力的な日本の食文化の一つとして今後も人気を集めていくことでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。